られた方、購入して帰っていただければと思います。そして、今年の、今日はですね、まあ、100歳のおばあちゃん、来ていらっしゃる、どこに、座っていただきますか、どこに座っていただきますかという話だったんですけれども、まあ、今日はですね、まあ、会場に、来られるということはありません。そして、100歳を迎える、林、王月が、おばあちゃん、さんとですね、早産で生まれた、子供、お子さんについて、早産時の命の奇跡ということでお話をしていただきます。このようにですね、本当に素晴らしいポスター、デザインをしてくださっている皆さんに感謝の言葉を伝えたいと思います。はい、こちら今ちょっとですね、パワーポイントの操作を確認しておりますけれども、まずはですね、動画で、この林王月華さんについて紹介、見ていきましょう。こちら、94歳の当時にですね、リサイクルのボランティアをしてくださっていた林さんを紹介する報道になります。もう当時は94歳でしたけれども、今はもう102歳になられていますね。そしてこちら、その当時の王さんの様子です。このようにステージに立たれてですね、まあ、お話をされておりますが、その際はですね、まあ、辻50周年の時の、50周年際にはですね、もう94歳だったこのリンさんですね。そして、こちらはですね、年越しの際のですね、まあ、お年玉を作ってをですね、準備していらっしゃる時のですね、様子ですね。本当に非常に多くの方々に愛されているのが、こちらのおばあちゃんです。これも非常に、まあ、感動的なニュースなんですけれども。で、こちらはですね、まあ、新たな菩薩を、まあ、誘うという会にもですね、こちらの林さん来てくださいました。その際にはですね、後ほどお話しいただきます、蘭さんがですね、まあ、この林さんを迎えに行ったりというふうにされていたようです。まあ、長年ですね、まあ、透析を行っているという、リンさんですね、まあ、もうピアノを弾いて40年、50年、で、まあ、透析は十何年ということで、まあ、体力が落ちていて、今は、まあ、車椅子で、移動される、生活されているんですけれども、やはりピアノを弾くときにはですね、まあ、こう、まあ、力がみなぎっている様子がですね、伝わっていきますね。そして、まあ、こちら、台湾の辻病院の音楽ボランティアをされているそうです。そして病院ではですね、まあ、誰もピアノを弾いていなかったので、まあ、じゃあ私が弾いてみようということで、弾き始めたそうです。まあ、現在は、まあ、金曜日の朝ですね、音楽ボランティアとしてピアノを弾いてくださっているそうです。そしてこちらが後ほどお話しいただく林王月華さんですけれども、まあ、皆さん本当に福のある人々に今日は会えて本当に嬉しく感じております。皆さんのご健康を祈ってますということで、
お話をされていました。そして、まあ、こちらの、今日来てくださった方々の半数はですね、まあ、読書会の仲間たちであり、そして、また、リサイクル環境保護のボランティアでもあります。まあ、今回は一緒に集まって食事をしました。ということで、まあ、こういうふうな機会を通して、新たなボランティアをですね、募集しております。ということで、それでは、まあ、会場にマイクを戻して合言葉で呼んでいきましょう。皆さんに、まずご紹介したいと思いますけれども、すみません。こちらのセッティングがまだちょっとですね、足りていませんでしたので、少々お待ちいただけますでしょうか。で、こちらはですね、まあ、排水グループ、水を背負ってですね、山をも登っている、この、チームの、隊長の方が今日来てくださっています。皆さん、水を背負っていらっしゃるんですよね。はい、と。今ですね、台湾、全土11の山を登っていまして、で、まあ、大体、まあ、我々が運ぶ水をですね、まあ、まあ、せ、を、まあ、多くの人々が飲んでくださっています、ということで。後ろのパネルを持っている方ね、高く上げてもらえますか、ということで。皆さんね、パネルを持ちながら笑顔で、いていただけると思います。で、こちらのですね、隊長なんかはもう言わなくても、いつも笑顔で、笑顔をたたえていらっしゃいますね。そして、ま、あの、ラさんはですね、本当に感動的な話ばかりですけれども、50名の方々をね、引き連れて、ま、研修に、行かれたというお話だったんですけれども、ま、私自身もその何人かもあんま考えたことは、数えたことはないんですけれど、ま、多すぎて、あれですか、もう数えられなかったということでしょうか、ということですけれども、100人くらいいらっしゃいますか？そうですね。読書会も含めれば、100人は、引き入れたかなと思います。で、以前お話をしたときにですね、ビエン先生、サカの会場に行くんだったら、まあ、10月に、まあ、日に、あの、日程を調整してもらえますか、というふうに言われたんですけれども、その理由はですね、まあ、この果物を持ってきたいということでですね、まあ、もう今これ洗った状態で持ってきてくださったということなんですけれども、まあ、こちらですね、ちょっと酸味と苦味がある果物なんですけれども、皆さん体にいい、よくですね、リンゴよりもですね、栄養素に富んでいる、まあ、果物をもう健康で、まあ、新鮮でも洗ってある果物ですので、まあ、皆さん一つ食べてもらって、まあ、もらうかですね。まあ、お家に持って帰るかしていただければと思います。まあ、会場にお越しの皆さんにはですね、ご準備しております。そして、皆さんが、
植えているですね、育てているこの果実は、売っているの、普段は、売っているのではなくですね、彼の生産の方に送ってパウダーにして、いるそうです。ですので、本当に有言実行の、人物、それが、まあ、盧さんですね。で、こちらが、ですので、このパウダーはですね、栄養素が損なわれないように、水に溶いていただくとか、していただければと思います。で、この、パウダーを、毎日取っていたら、健康、体調が良くなったというふうに、方もいらっしゃいました。そして、こちらの、今日のお話ですけれども、100歳のおばあちゃんだけではなくですね、早産で、生まれた、この方もですね、今日は授業があるということで会場に来ていただくことはできなかったんですけれども、二人のお話、人生を振り返るお話、命のお話というのはですね、本当に感動的で、力を感じるお話の数々です。それではですね、実際に、では、まず今、パワーポイントを準備しますので、皆さん、少々お待ちください。お話しいただく方だけですね、ステージのところに残っていただければと思います。ということで、こちら、命の奇跡ということで、お話をいただきます。ボランティアとチンさん。チンさんからですね、お話をいただきます。証言奉仕、そして、お師匠さん、そして会場、オンラインでご参加の皆様、そして、優秀な司会者であるビュン先生、皆さん、こんにちは。今日は、100歳の月がおばあちゃんについてお話をしたいと思います。ゲスがおばあちゃんは、1923年に生まれました。そして、8歳の時には、その生まれたところはですね、山の上だったので、そこから8歳の時に、住まいを移してですね、そして75歳の時に、このリサイクルステーションに通い始めて、環境保護の仕事をし始めました。そして1998年の時にですね、教えてもらった住所に基づいて、このリサイクルステーションに来まして、そして、ここすごくですね、狭いところですね、台所、キッチンもですね、薄暗く窓もないようなところなんですけれども、ここでですね、料理をし、あの初日から、1日目からですね、料理をしてくださいました。そして、私とこの月がおばあちゃんの、知り合った機会というのは、このリサイクルステーションがですね、もともとボーリング場だったところに移転するときにですね、知り合いました。そして、2010年のこの演疫の際にですね、水産という演疫の際にですね、おばあちゃんに会ったんですけれども、私が輪読をする際にですね、読書会の際にですね、大体、毎週1時から、水曜日1時から3時なんですけれども、
どうして授業が終わる前に、どこか行ってたんですか？とおばあちゃんは、もう寒いので、なんかご飯が冷めてしまうから、台所で温めてきたのよ、と。冷たいものを食べると、体に悪いからということで、本当に心遣いが、素晴らしいなと思いまして、このおばあちゃんのお世話をし、あの、していきたいというふうに、思いました。そして、この演疫、水産の演疫の際にはですね、班長をしていただきました。そして、またですね、このリサイクルステーションが、また別の場所に移転するということで、そこではですね、今度火曜日に、この料理の担当をしてくださいました。そして皆さん帰った後もですね、こうやって、おばあちゃんはその場に残って、掃除をしてくださいました。ですので、このおばあちゃんはですね、励ましたくですね、この詩を書いて、励ましました。そして2015年の11月14日、16日ですね、証言奉仕の開示の際にですね、このおばあちゃんにことをお話しましてですね、私にご飯を作ってくださいますかということで、証言奉仕は声をかけて、いました。そしてですね、実際に11月18日にですね、おばあちゃんも料理を作ってですね、この料理を召し上がってもらいました。その際にはですね、もうおばあちゃんは94歳でした。そして、同じく2016、次の年ですね、2016年、こちらはですね、読書会の、聖者へのですね、里帰りの旅なんですけれども、この際にはですね、本当に、すべて自分で、歩いてくださっていました。もう、車椅子に乗ったりですね、杖をつくことはなくですね、自分で、歩いていたのです。そしてですね、研修に参加することにしました。もともとですね、自分は、それまでですね、どうして参加さなしなかったとかというと、自分が92歳までしか生きられないというふうに思っていらっしゃったそうなんです。で、知らない、もう94歳になってしまったということで、もうリサイクルをやって16年ですので、で、あるボランティアがですね、ボランティアをすればですね、1年寿命が延びますよということで、92足す16ということで、108歳まで生きられるんじゃない、寿命が延びるんじゃないですかということで、2年のこのけけあの研修を終えてですね、2018年に、承認を受けました。そして、本当に自然な形でですね、若いボランティアがおばあちゃんをサポートしていました。そして、おばあちゃんは、また引っ越しがありましてですね、場所が変わったということで、やっぱり3階の教室まで、読書会の場合は3階の教室まで登らなきゃいけないということもあったんですけれども、その時もですね、自分で階段を上がってですね、読書会に参加してくださいました。そして、101歳、昨年はですね、この観音山の、募金活動にも活動してくださいまして、そして、神殿のこの静止堂
のですね、読書会があった際にもですね、車椅子とかに乗ることはなくですね、ご自身で歩いてですね、来てくださったんですね。まずこちらの動画をご覧ください。まあね、脇で歩いてるお師匠さんも、本当にお会いできて嬉しいですというふうに声をかけていらっしゃいますね。そして証言奉仕はこの月がおばあちゃんにですね、温かな交流を行いまして、証言奉仕手をに握りながらですね、まあ、この演劇の動画というか DVD を送って、ぜひお家で見てくださいと。そして、ダイアテルピグクもですね、おばあちゃんを取り上げたニュースを放送してくれました。では、この月がおばあちゃんのですね、これまでの歩みを見ていきましょう。まあ、これはですね、まあ、証言奉仕が、まあ、月川さんにですね、私にご飯作って、私にご飯を作って食べさせてもくれますかというふうに声をかけた時の様子ですね。まあ、健康であるほかですね、また、地球を守る活動を行うことができるというのは本当に素晴らしいことだというふうにおっしゃっています。そしてこちら実際に、証言奉仕に料理を作っている時の様子ですね。まあ、95歳の時もですね、皆さんと一緒にこうやって、本当に95歳には見えない様子でですね、活動を行っています。そして25年にわたってですね、こうやってボランティアをしたりですね、この食事作りにも取り組んでいらっしゃいます。本当に多くの人が私を励ましてくださって、勉強会に参加したり、こういうふうに研修を受けることになりました。証言奉仕もですね、彼女はリサイクルをして20年、この20年、ま、あ、承認を受けるですね、機会があったかもしれないけれども、やはり自分、心にか、なんか、えー、まあ、超えられない壁がありですね。まあ、今日、ついに、ようやくですね、96歳の時にですね、こういうふうに証言奉仕から、承認を受けました。そして、2018年に、また、リサイクルテーションが移転しですね、おばあちゃんも参加してくださいました。お願いします。助けるようなイベントがある、参加したいっていう時はここに来ます。そうするとみんなとても嬉しいです。嬉しいです。私、今年は102歳です。そして環境保護を行って27年です。素晴らしいですね。こういうふうにお嬢さんたちを見れてとても嬉しいです。証言奉仕も私も嬉しいです。地球を守ってですね、環境保護をして皆さんと一緒に行う環境菩薩ですね。みんなで時間を大切にして、時間を利用して、そして楽しみながら行う。こういうふうに握手できましたね。ありがとうございます。これは持って帰ってですね、ぜひ、家財着を見てください。こちら、映像の内容だったんですけれども、
おばあさんが観光保護に戻る映像なんですけれども、ちょっと時間の関係で全て見ていただけることはできないんですが、こちらですね、おばあちゃんの皆様に対する楽しみの方ですね、ちょっと見ていただきたいと思います。こちらですね、おばあちゃんからの祝福です。ボランティアの皆様こんにちは。今日はですね、現場に行けないことを申し訳ないです。なのでこのように映像を撮って皆様に感謝を伝えたいと思います。今いくつですか？私は102歳です。申し訳ないです。本当に行きたいんですけれども、ただ行けなくて、皆様に謝りたいと思います。失礼いたしました。ボランティアの皆様、祝福を送りたいと思います。皆様がとても平和で、そして安全、そしてお金を儲けることを願っております。ありがとうございます。で続いてですね、おばあちゃんの歌の内容があるんですけれども、見ていただきたいと思います。皆さん一緒に歌ってみましょう。素晴らしいですね。先ほど映像を私が録画したんですけれども、この歌もそして一回で映像をしました。で目があまりよく見えてないんですけれども、このようにただ話すときは問題ないです。そしてご飯を食べるときも自分で箸を持って食べてます。このように皆さんも100人歳になったら、これがどれだけ難しいことを分かるかと思います。で続いてですね、まだ映像があるんですけれども、見ていただきたいと思います。続いてですね、私の方から話したいと思います。今日はこのような機会をいただき、どうもありがとうございます。おばあちゃんはこのようにね、一年一年一歩一歩、そして読書オンライン、そしてたくさんのボランティアが一緒にいてあげました。そしておばあちゃんが通知になる修行をしているときは95歳なんですけど、そのときには環境保護センター、リサイクルセンターにいました。そしてそこで人参を持ってですね、でその人参を取ったときに急に声が聞こえたと。でそしたらなんかこっと聞こえて、そしたら脊髄の方が曲がってしまった。だけどおばあさんはバスに乗って皆様のために環境保護ステーションに行って料理を作らないといけないということで、すべて皆様のボランティアの方、菩薩の方に食べてほしいということでバスで行きました。でそして家に帰ったら具合が悪く、この状況を見たらもう病院に行かなきゃいけないんではないかと。そして病院に行って手術をしました。でですね、今年の6月ですね、足がですね炎症で入院しました。で6月21日には退院しました。その時は蜂窩性組織炎だったんですけれども、
その後ですね、ボランティアの家に移り住んで、エレベーターのある環境で外部の介護スタッフを雇って世話を受け始めました。とても優しいですね。で、このような家庭でも皆さんと一緒に住めることはとても嬉しいと。おばあさんは耳も聞こえ、ちょうず目もあまり見えてないんですが、食事の際には自分でお椀を持ち、箸を使って食べることができています。他の人に食べさせてもらう必要はありません。また、家の中ではよく歩く練習をし、体力を維持しています。こちら、ありがとう。ホエンスジェ、どうもありがとうございました。そして、おばあちゃんは最初、修行の時はですね、みんな、もう95歳でできないでしょうって言ってたんですけれども、今、たくさんのボランティアの方は、おばあさんを見ると、すぐに席を立って礼をします。これが、ゆえおばあちゃんの、生命の奇跡ですね。続いては、早生まれのザオシンユという方がいるんですけれども、こちらですね、台北の分会から電話をいただいたんですけれども、20何年前に、早生まれの子を手助けしたことありませんかと。で、私は、ありました？全然覚えてないですって。で、その早生まれのお母さんが、通じて助けをしてくれた方を探したいと。で、この、手紙を送ってっていうことで中を見たんですけれども、辻の恩人を探したいと。そして中には4枚の手紙がありました。でも20何年も経ってるので、私は全然思い出せなかったんですけれども、手紙の内容を見るたびにどんどん思い出してきました。もう今みたいにパソコンで打つのではなくて、手で書いてくれました。子供が生まれた時、その年はですね、私たちは一人一善、そして災難から離れようという諸元奉仕の、教えのもと行ってたんですが、娘は奇跡的に生き延びました。そして諸元奉仕はとても感謝すると。なので、彼女も娘で100万円という寄付をすると。そして20年前、諸元奉仕の一人一善、災難を離れるっていうのを感謝していて、当時の恩人、そしてボランティアを探していると。ただ、その時には携帯も何もなかったので、連絡ができなかったんですけれども、証言奉仕ありがとう、そして通知ありがとう、そして私たちを助けてくれたボランティアの方たち、どうもみんなありがとうございますとありました。2001年10月13日に行った一人一善、災難から離れる活動なんですけれども、これは当時にですね、たくさんの祝福を送った家の方たちに送ったものとか写真の記録になります。そして2001年に参加した12月31日、そしてライ先生が娘を連れて、中西万博の歳末祝福に参加したんですけれども、これを見て私は思い出しました。私はその時にも歳末祝福の現場にいました。こちらが生命の奇跡の内容ですね。こちらご覧ください。
2001年10月1日、その時の旧暦は8月15日だったんですけれども、あのムーンフェスティバルがあのつく時、最初はその時とても嬉しくて、ただあの妊娠している状況があまり良くなくて、なのでその週にあのはや、早生まれです。で、あの双子でして、そして1人 700g、 そして 800g で、 700g の子はあのもう早生まれすぎてその亡くなってしまいました。その時はとても苦しくて、あのもう1人の子はちゃんと育てるのか、で先生は 1000g 以下の子供はあのあまり生き延びれる確率が少ないんですけれども、でまたはあのいろんなあの後天性の、脳麻痺とかで心臓の問題とかたくさんの問題が起こるかもしれないと。でそして子どもも肺部があの潰れているので ICU の中にずっといて、で体中に管をつなげて針を刺して、その時先生はこのように心臓導管があの閉鎖しています。なのでゆっくりこのように心臓を弱く衰弱させていってしまうのか、それとも手術をするのか、その時私たちはどうするか分からなくて、あの龍が龍山寺の方に行って、で、まあ、その神様の方に私たちの娘どうにか難しいところから、そして私たちは一人一人あの10年の寿命を与えますと、でずっとお願いを許しを得たかったんですけれども、ずっと出なくて、もし1回でなかったらもう聞いちゃダメだよっていう、もしあの神様が OK って言ってくれないんだからないでしょって。でそしたら私の主人が、じゃあ終了年じゃなくて1日の命をあげようと。でそしたらなかった。でその時私に、じゃあこの子供にあの1年一生をあの再職を進める、そしたら神様から OK とありました。で病院から出た後にですね、あの私も再職になって、そして幼稚園、そして小学校、そして先生、中学校、高校、全員なんとみんな再職でした。なのでこのように生まれてからずっと再職、ベジタリアン、とても順調スムーズに進んでいきました。で今はもう目も耳もとても確かで、あの何も問題もありません。でこのように最初ベジタリアンということで、このような因縁ですね、一人の子供の命を変えたんだなと思っております。あの両親がこのように小さい頃からずっとあの手助けをしてくれてとても感謝しています。その最初は 800g の、 あの早生まれから 38cm だけだったんですけど、このようにあの健康、そして嬉しくあの育ったこと感謝に思います。そして私の名前のように心があの楽しいということで毎日過ごしています。そして私は生まれてから再職、そして私はずっとこの再職ができる機会をとても感謝しております。このような普段あの 800g、 このような小さい状況で生まれた子どもはいろんな合併症などたくさんの病気がなりやすいんですけれども、私はあの再職をするっていう前提であの育ってきたので、あの私は今も体の中がとても綺麗だと感じています。こちらですね、初めて会った時に彼女はこのフルートであの感謝の心を演奏してくれました。あの最初からありがとう、私を健康にしてくれて。こうやって龍山寺にいた時にですね、3つ の、 あの OK が出て、そしたら菜食を食べる。何か困ったことありましたか？その時私 の、 あの母親は もう通知の一員だったので、もともと菜食でした。今はもう40年以上菜食です。そしてただ他の家族は菜食じゃなかったんですけれども、
で、先ほど娘は言い間違えたように、生まれた時は31センチ。で、今は168センチあります。で、友達とかも、子供に、菜食でちゃんと背は伸びるの？とかっていう話があったんですけれども。で、証言法師は、いや、一番大事なのは心を込めること。こうして証言法師のもと、ずっと菜食を、行うことができました。なので、何か邪魔になったり、つまずくことはありませんでした。で、その時にですね、子供が、栄養不足なのに、まだ菜食するのっていう話だったんですけれども、で、子供を見てくれるシッターさんを探す時も、ちっちゃすぎる、あと、早生まれとか聞くと皆さん、いや、やめるやめるって受け取ってくれなかったんですけれども。で、最後に見つかったシッターさんはですね、その方が、シッターさんが、もし私に、持ってくるんであれば、私のやり方に従ってください。そしたらその日の夜ですね、連絡があって、中国にいる子供が早生まれしてしまって、もう手助けしなきゃいけないので、子供を面倒見めませんっていう。で、その時は私は子供を連れて迎えに行ったんですけれども、そこで道に、自転車で娘を連れて乗ってる時に、そこでポスターを見て、幼稚園がありまして、その菜食を進めているところでして、そこで、に出会うことができました。で、その幼稚園は仏教の幼稚園なので、中にいる皆さんが菜食、ベジタリアンで、ビーガンで行っています。で、公務幼稚園というんですけれども、この写真の中に3人の子供がいるんですが、全部もともと ICU にいた、麻雀病院にいた時の同級生ですね。こちらですね。あの時に子供の頃だ、一緒に写真を撮った写真なんですけれども、大きくなってもこういうふうに合ってます。この2人を見るときに、証言法師が言った言葉が頭によぎります。2人とも麻雀病院の ICU にいたんですが、このように自分で自分から菜食。そして、彼女もですね、家族から言われたわけではなく、自分から菜食をしたいと。最後ですね、こちら、もう一個映像があるんですけれども、皆様にご覧いただきたいと思います。米先生、皆様ボランティアの方、そしてお師匠さん、皆様、こんにちは。私は中区の、コウです。今、私は中国医薬大学で授業を受けているので、今日は現場に向かうことはできないんですけれども、今日はこのように皆様に、ここで皆様にお会いできることを嬉しく思います。なので皆様に簡単にお話をします。私は単中にいるときには、幹部訓練員に参加してるんですけれども、基本的には街に出て、愛を皆様に配る。そして、一番、医師と一緒に活動しています。そして、医師、そして看護師、そして薬師、そしてボランティア、
なので、各々の家庭に行き、手助けをすること。で、こちらですね、コアラよりもちょっと大きいぐらいなんですけれども、台湾語ではガラスの人形というんですが、このように簡単な部屋に住んでいて、だけど、彼は笑顔満面で私たちを受け入れてくれました。そしてもう一人はですね、私と、同じぐらい、その当時私と同じぐらい年齢、高校卒業ぐらいですね。で、事故に遭ってしまい、歩けなくて家にいたんですけれども、毎日ですね、両親が、面倒を見てくれて、このベッドの横で、彼の面倒を見てくれたんですけれども、このように偉大な愛、そして無私な愛っていうのを見ました。で、これを見ると同時に私の両親もこういうふうに、愛されてたんだなと思い、私もこのように愛をたくさんの方に隅々まで届けたいと思いました。で、私は今漢方中医学を学んで、より多くの人を健康に手助けたいと思います。そして将来ですね、次の人医会に加入したいと思います。そして田舎などにいてボランティアで皆様の病院を見たいこと、これが私の夢です。素晴らしい曲でしたね。ライ先生にぜひ拍手をお願いいたします。こちらですね、今中国医学で中医学を学んですが、大先生とても素晴らしいと思います。もうラボランティアがいなかったら親友はいませんでした。こちらですね、21年後にまた会いました。そして親友さんはずっと感謝の気持ちを心の中に置いています。そして今日来れないというのはとてもとても申し訳ないということも何度もおっしゃってました。で、私は娘がいないのでもう自分の娘のように思っております。将来ですね、このようにビューランスを見舞って、親友もビューランスのように次の一人になってばいいなと思います。
こちらですね。どんなことがあってもおせっかいっていうのが結局人助けにつながっていくのだなっていうことも思います。彼は台湾大学のとても高材生なんですけれども、とてもいい方ですね。あまり怒らないですし。で、普段は怒らないですよね。時々怒ります。時々だそうです。で、102歳のおばあちゃんも彼の家に住んでるんですけれども。で、先ほど言ったようにですね、今このおばあさんが自分でご飯を食べていることに関しては、私たちも102歳になったらそれがどんなに難しいことかっていうのが分かるのかと思います。そして20年を空けてですね、このライさんが覚えて、この恩を覚えててくれて、このように引き続いて、また線を引けることができました。たくさんの不思議な部分がこういうふうにつながってきています。もうすでにコメントいただいております。どうもありがとうございます。このように菜食を介して皆様と共に子供を助ける。で、親友さんがこのようにおばあちゃん、このようにボランティアの方の付き添いがあることはとても素晴らしいことだとあります。このようにですね、たくさんのフィードバックをいただいているんですけれども、このようにおばあさん95歳、このように、環境保護を続けている素晴らしいと思います。こちらですね、私の左側にいらっしゃるマレーシアの家族。こちらですね。で、彼女はですね、定職を次たら私のチームに加入します。皆様先に拍手をお願いいたします。マレーシアから飛行機に乗ってきて、着いたらすぐに来てくれました。お願いします。これですね、昨年12周年の時に作ったんですけれども、ランプということで、で、すみません、失礼しました。昨年は、トートバッグを作ったんですけれども、この10、今年はですね、このランプですね、まだ、まだですね、サンプルということで、ご紹介します。それでは皆さん、どうもありがとうございました。本当に素晴らしいお話の数々でした。ぜひですね、いいねを押していただき、周りの方々にシェアしていただければと思います。